ネームりく君17歳の男性からいただいた悩みですいつも見ています私は両親に「生まれたことに感謝しなさい」と言われましたですが私の意見としては勝手にこの世に連れてこられて親を選択する権利もなく育てられますそんな状況で私たちはこの世に生まれたことに感謝するべきでしょうかご意見いただけたら幸いです仏教は 知恵と慈悲の教えと言われます。お釈迦様は、知恵なきこと、これは良くないことであると。生きづらさや苦しみを生むと。だから、無知ということを非常に問題しなさいました。知恵がないこと、それを無知と言います。 リク君もこの一問一答を何度も見ておられるんだと思うんですね。で、その中で、まあ私がトン、ジン、チと三毒、苦しみのもとになる三毒という言葉を何度も出しているのをひょっとしたら聞いたことがあるかもしれません。この三毒のトン、欲、ジン、怒り、 そして「知」「愚かさ」「無知」であるということこの最も苦しみに直結する3つの「徳」の最後に登場する「知」「無知」ですねこれが問題なんですでこの「無知」の問題 今回の相談では、一つは両、両親の、ご両親の無知、そして、陸くんの無知によって、陸くくんが今、このような心境になっているんだなぁ、ということを、質問を読んでいて感じました。ご両親の無知は何かと言ったら、感謝しなさいと言って、 私たちは何かに、誰かにね、感謝をしなさいと言われて感謝するものではないっていうことですね。感謝しなさいと言われて、ありがとうございます。これは本当の感謝ではない。だからご両親は、感謝しなさいって言うんだけど、陸くんにそれがわかるはずがない。私もわかりませんでした。親に感謝。非常に何を言ってんだ。 勝手に産んでね、勝手に育ってて、なんで感謝しなきゃいけないんだって反発してた時期がありました。学校行ってもそう。なんで自分が行きたいと思ったわけじゃないのに、生かされて学校で勉強できることに感謝しなさいって。そんな気持ちには到底なれない。 そんな時期がありました。そう。感謝はね、教えられないんです。だけど、感謝しなさい。これは、ご両親の無知です。でも一方で、リク君の無知もあるんですね。リク君の無知は何かっていうと、私の意見としては、勝手にこの世に連れて来られて、 親を選択する権利もなく育てられますそんな状況で私たちはこのように生まれたこれがりくくの無知ですりくくはオナニーってしたことありますかそうオナニーですドイツ語でオナニー英語ではマスターベーションと言います したことありますか私はあるこのオナニーということは実はこのオナニーの語源はユダヤ教の旧約聖書に遡るんです旧約聖書の創世記の中にオナンという男性が登場します 旧約聖書によれば、このオナンという男性は、ユダと言われる人と、シェアと呼ばれる女性の間に生まれた二番目の息子なんです。で、このオナンには、お兄さんがいたんですね。エルという名前のお兄さんがいた。で、この兄のエルが、 民の下りに触れれてて処刑されてしまったんですねでそこでお父さん父のユダがですね弟のオナンにお兄さんの奥さん妻ですね妻タマルという女性と結婚するように命じたんですまあ長男の子供を残すということは子孫を残すということで昔はとても大事にされていたわけですね だけれども弟のおなからしたらそれはないよっていう話です第一弟の自分がお兄さんの奥さんとね結婚して子供を残すでそうしたところでその子は自分の相続人にはならないわけですお兄さん長男の子供が死んでしまったので代わりに弟の との間に子供を作って、その子を後継ぎにしていく。それはね、女にとっては、ものすごいジレンマだったわけですね。けれども、父、ユダの命令は絶対なわけです。なので、渋々兄の奥さんと結婚をし、そして、兄の奥さんとね、夜を共にするわけです。ところが、 りくんはもう17歳なのでね分かると思うんですけれども学校でも習ったと思いますけれども子供ができる原理っってていうのを知ってますねそう男性の性器を女性の性器の中に入れてそしてその膣内で自分の性器を放出するという作業を経て子供ができるわけですけど オナなはですね、この兄の奥さん、タマルとの成功の時にね、自分の精液をタマルの体内には放出しなかった。一応、そういう行為はしますが、自分の精液を絶対にタマルの膣内には放出しなかった。そのことがまた、 神の意に反するということで、オナンは、オナンもまた処刑されてしまうわけですけれども。実はこの旧約聖書の創世記に出てくるオナンが、私たちが今オナニーと呼んでいることの元になっています。その言葉のね。さて、性教育をもう少し。 陸くんも習ったと思いますけれどもオナニーをして自分の精液を見たことがあると思うんですね子供ができるというそのずっと前のプロセスに男性と女性が性行為をすると性行為をすることによって膣内に精子が放出されるこの放出される精子の数 個個や2個じゃないですよね億億から2億と言われていますこの膣内に放出された1億から2億の精子たちこの精子たちは一生懸命その中をほふ前進をするようにゴニョ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 と動いて3日間かけて卵子が待っているその受精の場である。 廃管に向かって旅をしていくわけです。三日間、三日間かけて小さな一億から二億の精子たちがですね、わーっと力の限りを振り絞って泳いでいくわけです。そして、精子と受精をする場である卵管膨大部というところにたどり着く。そんな頃には一億から二億あった。 同志たちは死んでしまうんですよ。そしてそこにたどり着く精子それは1億、2億のうちのわずか100ぐらい。さてその時タイミングが合えば、女性の方、女性の方は卵巣にあったですね。まあ大体20個ぐらいと言われてますけど、その卵子のうちの1個が放出されて、 卵管膨大部で精子が来るのを待ってるわけですね。そこへ1億2億放出された精子たちの中でですね、わーっとこの非常につらい3日間の旅をですね、サバイバルをしながら100個ぐらいの精子たちがたどり着く。そしてそこへ待っていた卵子と出会うわけですよ。そしてこの生き残った精子たちが卵子を取り囲む。 透明体と言われるこの卵子の表面の膜を破って精子が卵子の中へ入り込むわけです。で、この中で生き残った精子たちの中でたった一つの精子が中へですね入り込んだらすぐにこの卵子はバリアを張って他の精子たちを中に入れないんです。 このたった一個の卵子とサバイバルを生き残って這い上がってきた精子の一つが初めて結びつく。これを受精と言います。受精したこの卵はそこからですね、二分割、四分割、八分割、どんどん細胞分裂を繰り返しながら子宮へ向かいます。そしてそこに あたかもふたふかふかのベッドのようにして準備されていた子宮内膜に潜り込んで着床するそれが男女が出会って赤ちゃんが宿るまでのプロセスですりくくんりくくんはさっきねさっきというかこの質問の中で 私の意見としては勝手にこの世に連れて来られて親を選択する権利もなく育てられます。そんな状況で私たちはこの世に生まれたことに感謝すべきでしょうか書いてますけど。この1億2億の放出された生死の中から3日かけて生き残った100ぐらいの生死、さらにその中から 卵子の透明体を突き破って入ったのは誰だっていう話なんですよ。陸くはいつから陸くなんだと。どのタイミングで私と自分のことを言ってるんだろうその精子はお父さんから出てきたもんですね。でそれがお母さんから放出された卵子に入ってそして。 自分で這い上がって、自分で膣から、恋の滝登りじゃないですけど、逆流していくわけですよね。重力に逆らって登っていくわけですよ。そして、欄管膨大部っていうのは上部にありますから、女性の性器のね、上の方にありますから。そこへ下の膣から入っていって、グワーって登っていって、 一億二億の生存競争を生き抜いてですね、勝ち抜いて、そして卵子の中に入った、それはお父さんなのか、リックなのか、どっちだっていう話です。いや、これがですね、私もリックくんのようにですね、なんで俺は生まれてきたんだろうと思った時期に、命が生まれるっていうことが何なんだって知りたくて、ずっと そんなことを調べてた時期があります。いかにして命が生まれるか。で、まあ私は実は母の実家が牧場なんですよ。でそこでいとこのお兄ちゃんに、ね、まあ大学生の頃、まあよくいとこの家に遊びに行くとですね、性教育を施されたんです。で、そこでね、まあ私もあの、 牛の子供がは生まれる時期ねその時期に子牛たちが可愛いもんですからあの、まあ、母の実家は神奈川県にあるんですよで私は、えー、東京の駒沢大学ってとこ行ってましたからでそこでそのねあの牛が生まれるっていう時期に遊びに行ったりするとねそうするとあのもうバイクに乗ってたのでバイクであの遊びに行くわけですね。 休みの日にバイクで遊びに行って、そして牛の赤ちゃんがあの生まれるよって。で、それを見に行きながら手伝って、また東京に戻るっていうことが楽しみでしたね。動物大好きなので。でもその子牛たちのね、世話をしながら、牛の命がどうやって生まれてくるかっていうことをいとこのお兄ちゃんが教えてくれるわけですね。そこにね、 すごく深い性教育が入っていました。どうやって赤ちゃんが生まれるのかっていう。だから、まあ、私も大学生だったので、いとこのお兄ちゃんがいろいろ私のことを案じたりね、まあ自分も通ってきた道なので、いろいろとそういうことも知っておかなきゃいけないよっていうね、好きな人ができて、そして、うん、ね、大学生ともなれば、 そういうなんか気持ちいい恋をして子供が生まれるっていう可能性もありますからでもだからよくそういうことの原理も知っておかないとね女性を傷つけるようになるよってそんなことをいとこのお兄ちゃんが教えてくれたわけですけどけれどもいずれにしてもそういうことをね私もずっと考えていったらずっとそれまで私は自分が勝手に親に望んだわけでもないのにこの世に連れてこられて望んだわけでもないのにこうやって育てられて そして、自分が望んでもないことを様々に社会に要求されて、何なんだ俺はって思ってたんですよ。俺は自分の選択でこの世に来たわけじゃないって。でも、俺って何なんだって。いつから俺は俺なんだって。陸はいつから陸なんだって考えた時に、命がどう生まれてくるのか。 その知識を身につけていった時に俺は自分で生まれてきたんだな俺は自分で生まれてきたのかもしれない忘れちゃっただけでそしてまたこの 女性の体が、母の体が、いかにして赤ちゃんを産むという、生死を迎え入れるという準備を長年かけてして、そして長年かけて産み育て、今の自分になってるんだ。自分が生まれてこようとした。そしてそれを迎え入れ、育み育てた。 それがなければ、今の俺はいないんだなっていうことを、勉強すればするほど、命が生まれてくる原理を知れば知るほど、そう思わざるを得なくなっていった、ということがありました。陸軍の同級生の中に女の子たちね、生理になりますよね。もう早子だったら中学とか小学校、高学年でなる子もいる。 ずーっと生理が続くわけですよ。私も高校生の時、17の時はクラスの子がね、お腹が痛いって言って、体育の授業休んだりとか、授業中とかなんかずーっとやったりして、全然わからないですよ。男にはわからなかった。でもあれ全部赤ちゃんを産む準備ですよね。女性は生理が始まってからずーっとね、非常にめんどくさい大変な思いをしながら、赤ちゃんを産む準備をしてきている。で、そこへ、 お父さんとお母さんが、男と女が出会って、そして結婚して子供を産む。俺はいつから俺になったんだあの、一億二億の同志たちを蹴落として自分だけ卵子の中に入り込んだ時から、自分のわけなんですよね、きっと。そう考えていったら、 命って何なんだろう俺って何なんだろうってこと、ますますわからなくなった、わからなくなった時期がありました。でも、確実にそういうプロセスを経て自分も生まれてきたわけですね。でそうしたら、自分は忘れちゃったけど、当の昔には忘れちゃったけれども、自分でその生存競争を他の、そうやって受精できなかった生死たちの兄弟たちを差し置いて、自分で 卵子に入ったんですよ。自分でお母さんの卵子の透明体を突き破って、自分だけ入ったんですよ。これは、勝手に連れてこられて、勝手に育てられて、親を選択することもできなかったって、言うのかなっていうこと。そう。リく君んの無知は何かというと、勝手に連れてこられたんじゃないってことです。自分で行ったんです。自分で来たんです。 そして迎えられたんですさて17歳自分が17歳であったことを振り返ってみたら相当荒れてました私もなんで俺は生まれてきたんだろうってまあ私の両親は特に父親は僧侶でしたから非常に厳しかったです 口より先に手が飛んでくる。一度口で言ったことは二度と口で言わない。捕まえられて頭坊主にされる。外へ出て行けばお寺の子って、ねお寺の子って言って。頑張ったら当然、何か悪い成績をやったり、ちょっとやんちゃやったら、後ろ指を刺される。頭髪検査でちょっと引っかかればね、坊主は坊主にしとけって先生に言われて髪,髪の毛切られました。 いろんなことがあって、ちょうど17歳、私も、なんで俺は寺の息子に生まれたんだと。なんで普通の家に生まれなかったんだと。みんな同級生たちはね、楽しそうに夏休み、冬休み遊びに行ってたりする。でも自分はお寺の切材。朝5時に起きて、そして必ずお寺の掃除をして、食事の準備をして、何かそのお寺の中で、家の中で、 役割を果たさなければ学校行かしてもらえませんでした。バスケット部に入ってましたよ、中学、高校と。だけれども、バスケット部が一番厳しい朝練をしているときに私は朝のお勤めをしてから学校行かなきゃいけなかった。試合のときとか一番忙しいときに私はお寺の法事とか葬儀とかを手伝わなければならなかった。友達が日曜日に遊びに行こうって言ってもごめんって言って行けなかった。だから、学校でもね、 あいつは一番厳しい練習をサボってるって言われたりしました。まあそういったことが重なって嫌で嫌でね。なんで俺はお寺の息子に生まれたんだろう。なんでこの両親に生まれたんだろう。なんで俺なんかを産んだんだってもうひたすら反発してました。その親が自分を産み育て、そしてでもそのことに対して感謝っていうことを 自分から感じるようになったのっていつだろうって考えたら結構後です私は30超えてからかもしれないそんな両親から離れたくてそんなお寺っていう環境から離れたくて自分で事業を起こしてねそしていろんな思いをしてそしてようやく自分にも子供ができていや 子供を育てるってこんなことだったのかっていや人を育てるってこんな大変なことなのかって自分の子供を持ってね人間は初めてわかるんですよいや人間ってね自分の思い通りには全くならないってでそれを子供のせいにするんじゃなくてやっぱり自分が情けないと思うんですよねそう 感謝を教えられるものじゃないんです。今のりッくんに感謝背負ったって無理だと思う。でも自分が修羅場をくぐって、必死こいて生きてみて、思うように世の中でなることなんか何もないんだって。今日の飯を食っていくっていうことがどれだけきついことなのかっていうことが、体で分かって初めてね、両親に感謝をした、することができたっていうのが正直なところです。 りくくんね、いろいろと、りくくんが今そう思うからには、お父さんお母さんはうぜえって、とか、いろいろ自分が、わからないって、なんなんだ俺って、何なんだ俺,の俺なんか生まれてこなきゃよかったって、そんなん言うんだって俺を産むなよって。そう思ってる最中だと思うのね。でもね、知っておいてほしいことが一つあるんですよ。それは何かって言ったら、 両親にとっても、りくくんを育てるってことは初めての経験なんです初めての経験なんです。親ってやったことがないんですよね。だから、りくくんが、に対してね、どうしていいかっていうのは両親も実はわかんないんだよね。両親だって17歳を通り越してきたんだけど、 これが面白いことにね、親になると忘れちゃうんですよね。いや、忘れちゃう人が多い。私も自分が10歳、15歳の時のことを忘れて、子供にね、俺の言うことを聞けっていう親のエゴを押し付けるときあります。でも、はっと思ってね、いや、そうだったよなって。10歳の時、15歳の時、17歳の時に自分はどうだったかって、そんな立派な人間じゃなかった。 ねえ。その時はもうとにかく自由になりたくてなりたくて、誰からもううるさいこと言われたくないって、そのことだけだったって。30秒に1回女のことしか,としか考えてなかったとか。そんな自分に、えー、思い出すわけですね。でもそれはね、子供に対して小言を言った後なんですよ。言ってる時には忘れてる。言ってる時にはね、こんなを、こんな思いをしてお前を育てたのに感謝せよっていう気持ち、ね お父さんお母さん俺も頑張ってんだっていう自分のエゴを子供に一生懸命ぶつけるわけです。けども、ぜひ陸くんね、そんなことで親もまたどうしていいかわからんのです。陸くんもまた、実はこの14歳、15歳、16歳、17歳、この高校生ぐらいの時期というのは子供の脳から大人の脳に変わっていく。体も変わっていく。で、その、この、 変化の時期にね、自分の内側が変わっていってる。将来どうするんだって言われたりね、お前勉強やったのかって言われたりしても、やろうとは思ってるよ。将来のことだって考えてないわけじゃないですよ。だけどどうしていいかわかんないからゲームをやってるわけよ。どうしていいかわかんないからギターを弾いたりドラムを叩いたり友達と遊びに行くっていうことをやってるわけですよ。でもどっかでね、 将来俺はどうなんだろうっていうことを、誰よりもそこに漠然とした不安を感じてるんですよね。私はそうだった。少なくとも。ね、でも、その感謝が分かったのはずっと後のこと。だから、陸くんね、結論として、まあ私の意見を言わせていただくならば、今ね、 私の意見としては、勝手にこの世に連れて来られて、親を選択する権利もなく育たれます。そんな状況で私たちはこの世に生まれたことに感謝すべきでしょうかこれに対しては、今のリクに感謝しろって言ったって無理。無理だと思う。だけど、リク君ね、やっぱりこういう機会に知恵をつけなさい。 腹が立った時にはなんで俺は生まれてきたんだって思うんだったらもう一度保健体育の教科書を開いて今はこれは生物の範疇に入るのかな授業のなんで俺が生まれてくるんだと思ったら俺が生まれてきたというそのプロセスをねもう一度ちょっと勉強してみてください陸軍がいつから陸という自分の 自分、私という意識を持ったかって、それはもう、わかりませんけども、幼稚園の時なのかね、ね二2、3歳とかぐらいなのかもしれませんけれども。でも、自分が遠の昔に忘れてはいるんだけど、確実に、リクは自分で、這い上がって、卵子の中へ入ったんだよね。感謝、すべきでしょうか。しろったって無理です。でも、 じゃあ、どうしたらいいのか。そんなうるさいことを言う両親から少しでも離れたいと思うんだったら早く離れる努力をしなさい。社会で自分で飯を食って誰からも文句言われないっていう自分になろうとしなさい。そのためには社会の中で食っていかなきゃいけないですから。自分の興味のあること、できること、興味なくってもやらなければならないこと、何でもいいから、あがいてみなさい。 きっとね、そんなことをやっていたら、感謝をしろと言われなくても、感謝しなきゃすまないっていう気持ちになるんですよ。勝手に感謝が自分の中から湧いて湧いて止まらなくなります。ああ、俺を産んでくれてありがとうって。ああ、生まれてきてよかったって。涙流しながらそう思う時が来るかもしれない。 けれどもそれはそういう時が来るか来ないかっていうのは17歳のにもなったねリクにとって両親にそう思わせてもらうっていうことじゃないんですよ自分でそう思うようになるかならないかっていうことなんですそのためには早く両親のうるさいこと言う両親の元から離れて思いっきり自分がやりたいことをやってみるんですよ。 自分がやってみたいと思うことをやってみるんですよ。自分で生きていくっていうことをあがいてみるんですよ。さて、ということで、無知ということね。仏教では無知ということを非常に恐れます。無知は正しく物事を見ることができないから。正しく世の中のありようっていうのを見ることができないから。正しく自分のありようってことを見ることができなくなるから。 ということで、りくくんね、えー、感謝をしろったって今はできない。ご両親もね、りくくんに感謝しろったって、りくくんに感謝させることはできない。けれども、確実に言えることは、りくくんは、りくくんの命は、少なくとも、1億2億の中で、たった、1個だけが、 入ることが許される卵子の中に自分から這い上がっていって潜り込んだっていうこと。そして、卵子によって迎え入れられたっていうこと。そして、ご両親によって、この世に迎え入れられたっていうこと。そこへ陸くんも自分で向かっていって自分で出てきたっていうことですよ。これだけは、 陸軍だけに限らず、生まれてきたすべての命の原点において言えること。親だって、どんな子供が生まれてくるか選ぶことはできないんですよ。子供も、どんな親のもとに生まれるかってことを選ぶことはできない。でも、生まれてきてよかった。育ててきてよかった。これは生まれた後の、両者の努力と、 愛情と必死こえて生きるっていう中で育まれていく思い、それが感謝なんです。陸くん、必死こえて生きてみてください。頑張ってね、応援しています。